相対済令は、日本の江戸時代に出された禁句事を幕府は取り上げず、当事者同士で解決することを命じた示談促進法令である。寛文元年閏8月27日に初めて発令されて以来、貞享2年、元禄15年閏8月と数度にわたって発令された。この法令は、民事訴訟処理の増加による刑事訴訟処理の停滞への対処と、旗本層の救済を狙ったものであった。八代将軍、徳川吉宗が享保4年11月9日に出した相対済令は、禁句事を永年にわたって取り上げないことを宣した。ただし、利息を伴わない、禁句事や宗教目的による、指導戦、相対済令を悪用した、借金の踏み倒し行為は、例外とされた。なお、この法令は、海米資金の調達を順調にするため、享保14年12月に廃止されることとなった。だが、その後も、元文元年5月、寛宝2年3月と、たびたび同様の法令が出されている。もっとも、元来において、江戸時代以前の日本では、裁判の目的はあくまでも犯罪者を裁く、刑事訴訟のみを対象としており、民事訴訟はあくまでも為政者側による便宜の一環であり、そもそも為政者側には民事の問題に由来する訴えがあった場合に、これを訴訟として取り上げる義務はなかった。享保4年にこの法令が出されたのは、金銭に絡む訴訟が増え、評定所もその処理にかかりきりになり、本来の仕事がほとんどできなくなっているためとされている。事実、前年の享保3年に持ち込まれた公事は 35,790 件。その中で、金銭トラブルにまつわるものは 33,037 件で、それ以外が 2,753 件。このうち、年内に処理できたのが、約3分の1の 11,651 件で、残りはすべて翌年回しにされた。この法令が、借金に苦しむ幕臣を助けるために出されたという説があるが、相対済令が発令された4日後の11月13日には、自分の利欲のために借金を返さない者があれば、取り調べた上で処罰するという説明を加え、翌享保5年には、相対済令は金銭に関わる訴訟を受け付けないだけで、借金を返さないでいいというわけではない。返さなくても良いと考えている者がいれば、訴え出るようにと、あくまで借金の踏み倒しを許すわけではないことを重ねて強調している。実際に返済を渋った幕臣がいたものの、それに対し貸主たちは、江戸城の門前で待ち構え、債務者である旗本、御家人が業務を終えて下城すると旗を振りながら、借金を返せとわめきたて、それを無視して帰ろうとする者には、その屋敷までついていき、門や玄関の前に座り込んで催促し続けるという手段に出た。長奉行の大岡忠相は、これは武士の体面を無視したやり口であり、捕らえて牢屋に入れるべきと同役の諏訪来淳と連名で吉宗に上申したが、悪いのは借金を返さない旗本たちなので、町人を罰するには及ばないと却下している。ありがとうございます。